こんにちは。3.0オンラインカフェ、理想があったらこれから何をしたらいいかが分かる書籍、未来を実装する、テクノロジーで社会を変革する4つの原則を参考にしながら、柔道の理想とそれを形にする方法を考えるというテーマでお話をさせていただきます。柔道3.0の酒井と申します。このそもそもの目的が何かと言いますと、柔道人口が長年減り続けていると。で、いろいろやってみるけれども、なかなか成果が出ているようには見えないと。もうこれから一体何をしたらいいのかわからないというような声があるというふうに伺いまして、この本がですね、実はこう役に立つのではないかということで取り上げさせていただきました。結論としては、何をしたらいいかわからないっていう時にですね、理想があったら何をしたらいいかがわかりますというシンプルなことなんですけども、非常に面白かったので紹介させていただきます。まず本の取り上げられているのが電気の社会実装という話なんですけれども、電気という素晴らしい技術が発明されて、どれだけ時間が実際に活用されるまでかかったかという例が挙げられています。普通に考えるとですね、すごい技術ができたから、そんな便利な技術であれば、どん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 使おうということで、すぐに広まって活用されていくというイメージを持つかと思うんですけれども、実はそうではなかったということで、電気が使われる前の工場はですね、蒸気機関で、こういう感じで石炭でお湯を焚いて、その蒸気で動かしていくというような感じで動いていたようなんですけれども、これが実際に電気に変わって、これ、ベルトコンベヤーで車が穴が開いてですね、作業している様子ですけれども、こういうふうに変わるまで、なんと50年かかったということでした。その理由が書いてあるんですけれども、まずそもそも、この蒸気機関を使っててですね、電気が発明されたときに、電気を使うことによって、どれだけ便利になるのかっていう、そのことが見えにくかったと、今できてるからいいではないかというようなことであったり、ただこの、その蒸気機関をモーターに変えればいいというだけではなくて、工場の作り方とか運営とか、もろもろ、うまく変えないと電気を活用しなければ、活用できなかったというような事情があったようで、つまりテクノロジーを生かすためには社会が変わらなければ、ならないと。で、社会を変えるためにはそれが変わらなければいけないというようなことが、数字の一つとして述べられています。今、IT とかいろんなテクノロジーがどん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 開発されているわけですけれども、ただ開発されるだけではなかなかうまくいかない。そのテクノロジーを生かすように社会の方も変えていかないと、テクノロジーは生きないんだよということをですね、さまざまな実例を挙げて、紹介しているという本でした。この本を読んだときですね、柔道というのも一つのテクノロジーであるというふうに考えることができるんですけれども、どんな理想を描いて柔道を生かせる社会を作っていったのか、この柔道の社会実装の歴史というものを見ていくことがまず面白いのかなというふうに柔道という技術がですね、あるから、ただ広がっていったというわけではなくて、柔道が活かせるように社会を変えていったということをですね、を見ていくと参考になるかなと。その歴史なんですけれども、まず江戸時代にですね、各藩に武士の柔術というものがあった中で、明治維新によって武士というものがなくなってですね、柔術というのが廃れていったという中で、加納先生が柔術を改良して柔道を作られたと。当時、加納流柔術というふうに言われたようですが、講道館を作って道場で教え始めたという形になります。で、その柔道というものが、この講道館で教えられた生徒によってだけで広がっていったかっていうと、そうではなくてですね、まず
警察にですね、あの銃の手が取り入れられたと。他の柔術の流派との、ね、試合をして、勝って、警察官の教育とか、あの実践に、柔道が役立つというようなことをです、ね、評価されて、取り入れられたわけです。まあ、あの柔道が生かす場所として、まず警察というところが、まあ、あったと。でその次に、まあ、何をしたかというと、学校教育、体育の中に柔道を取り入れようというふうに、置かれたと。ちょうど明治維新によってですね、あの近代教育が始まったと。江戸時代であれば、あの武士とか町民とか農民とか、まあ、いろんな身分があって、教育を受ける子どもがいたり、受けない子どもがいたりということで、バラバラだった中で、明治になってから、まあ、全ての子どもに教育を提供しようということで、全国に学校が作られていって、まあ、教育を提供するというふうになったわけです。その社会の、その学校という中にですね、柔道というものを、カスタマイズして、提供することによって柔道というのが広がっていったわけですけれども、具体的にどういうふうにしたかというと、加納先生がですね、学校の先生を育てる学校の校長先生だったと、東京高等師範学校の校長先生として、まあ、20年近く、20年以上ですかね、勤めていて、で、あの、学校、その学校で何をしたかっていうと、とにかく体育とか、課外活動としての運動部っていうのをどんどん推奨をして、体育とか運動とか柔道っていうのに理解のある学校の先生をどんどんあの育てていったと。で、卒業した、生徒が全国の学校の先生として、子どもの教育にあたり、そこで、体育とかあの課外活動としての運動部、柔道部っていうのを、になっていったという形で、学校教育の中に柔道が取り入れられていったという形が あるということでした。なので、柔道とか柔術っていう技術を生かすために、学校という、環境をですね、まあ、活用したといいますか、まあ、社会を変えていくことによって柔道がこういうふうに生きるようになったというふうに言えるのかなと。その後どんなことがあったかというと、戦後ですね、オリンピック種目に、しようと、柔道しようということで国際柔道連盟ができて、各国の柔道連盟が大会運営というのを始めてですね、それがメディアと、うまくコラボすることによって、柔道というのがテレビで、見ることができる。で、この写真が東京オリンピックをテレビで見る人々の様子の写真、ですけれども、まあ、たくさんの人に、スポーツというものが見られると。で、見た人もそれで元気をもらえると。そういうあの社会の変化の中に柔道というのがうまくカスタマイズされて入っていったということによって柔道が生きた、さらに生かされるようになったというふうにまあ言えるのかなと。なので、どんな理想を描いて柔道というテクノロジーを生かす社会に変えていったのかということを、まあ、今3つの例を見ながらお話しさせていただいたんですけども、まあ、これから考えるときには改めて柔道というテクノロジーでどんな理想を描くのか、柔道というテクノロジーが生きる社会とは、まあ、どういう社会なのかという理想をですね、持ってそれに向かって活動していくというところが、まあ、大事なのではないかなというふうに、この本から、まあ、思ったことです。で、まあ、あの参考になるものとしていくつか、この未来をですね、未来とか理想を描くときに参考になるものとしていくつか挙げていきたいと思いますが、スポーツとしての理想と、まあ、教育としての理想というのをあの区別した方が分かりやすいかなというふうに思っています。で、スポーツとしての柔道の理想を考えるとき、参考になるかなと思ったのが、2018年にフランス柔道連盟が6400席あるアリーナを購入したというニュースが流れました。こういったアリーナを持つことによってですね、まあ、見るスポーツとして見た人がすごく楽しむような空間ができている、なんていうんですかね、まあ、そういった空間を持つことによって、毎回毎回試合を多くの人に、まあ、実際に生で楽しんでもらえるという
あの環境が、あのデッキを作っていこうとされているようです。で、あのスポーツ、競技スポーツとしての発展にやっぱり欠かせないのが、あのこのアリーナというふうに言われていて、これがあの川淵さんですけれども、J リーグ始めるときには、J1 の場合は1万5000人入るスタジアムが必要と。バスケの改革をされたときは、B1 に入るときは5000席入るアリーナが必要というふうに、まあ、あの条件を決められていて、川淵さんは若い頃にドイツのサッカーチームを見に行って、そこですごく感動して、そこで理想を終えたということなんですけれども、まあ、あのサッカークラブが町に、溶け込んでいてですね、多くの人からあの応援されて、そのスタジアムにたくさんの人が見に来ていると、まあ、そういったものがあの競技スポーツとしての理想なんではないかということで、 J リーグとかあの B リーグとかを、まあ、作ったり改革していってるということのようなんですけれども、まあ、あのスポーツとしての柔道の発展ということを考えたとき、やっぱり見る人が楽しんでもらえるようなあのスタジアム とかアリーナとか、まあ、武道館というところが、まあ、あのポイントになってくるのかなというふうに、思いました。で、教育としての柔道の未来を考えるときですね、まあ、2つ、IT 革命と教育、柔道を通じて何を学ぶかということが、まあ、ポイントになるかなというふうに思います。まあ、IT 革命と教育ということで、今、まあ、IT が出てきたことで、まあ、今教育乱世というふうに言われていますが、どん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 新しい教育が生まれているわけです。でこの右上の左上ですね、スタディサプリであれば中学校高校で習うことが全部動画で短く面白くすごく分かりやすくまとまっていたりとか、あのオンラインの英会話ですね、海外の先生と英語でワンツーワンで話せるというサービスであったり、このミデルム大学はあの大学教育 の先進的なモデルとして取り上げられていますが、大学4年間に世界7都市に住みながら、世界たちあのいろんな国を巡りながら学んでいって、オンラインで授業を受けるという大学であったり、日本だと N 高校ということで、高校生でネットの高校というのがどんどんあの多くの方が、まあ、利用されているというふうに言われています。まあ、とにかくその、今既存の教育っていうのはもともとそのネットがない時代に作られていたものなので、ネットがあれば当然今とは違う形なわけですよね。その変化っていうのが今どん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 進んでるっていう状況で、まさにこの最初に説明したですね、まあ、ネットがない時代の教育機関というのはこういった上級機関のような形で、ネットがあることによって、まあ、新しい、まあ、教育というのが、まあ、生まれようとする今過渡期にあるんではないかなというふうに思います。で何を言いたいかというと、こういったそのネットによって教育というのがどん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 変わっていくので、そのネットをフル活用した教育の中で柔道というのがどういうふうに活かせるのかということを考えていく必要があるのかなと。既存の学校とか既存の教育というのはネットがない時代に生まれたものなので、ネットがある時代でこれから新しい教育が生まれたとき、その中で柔道というのがどういうことができるかということを、より理想を描くことが大事なのかなというふうに思います。具体的に、まあ、どうすればいいかというところになってくるんですけれども、その時はやっぱりあの柔道を通じて何を学ぶのかということを改めて、検討するということが大事なポイントになるかなと。競技スポーツとしての柔道であれば、やっぱりそのこの競技として、どん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 上を目指して頑張っていくということが、あの求められるわけですけれども、教育機関とした場合は、ここで学ぶことによって就職が良くなるとか、進学が良くなるとか、生活が良くなるとか、まあ、あの道場の外でどんなメリットがあるかっていうところが、まあ、教育機関としては求められるわけですね。なので、この、まあ、教育機関として考えた場合は、何を
改めて何を教える大学なのか、柔道で何を学べるのかということを、改めて問い直す必要があると。で、今どういった教育が求められているかというところなんですけれども、日本だと2020年教育改革というのが行われて、大学センター試験廃止とか、アクティブラーニング導入とか、小学校3年生からいいなとか、読む、書くだけではなくて、聞くとか話すっていうことが大事とか、そういったふうにカリキュラムが変わっていく中で、なぜそういうことがあるかっていうと、20世紀であれば日本の人々とだけ共同してマニュアルに沿って正確にできる人材っていうのが一番必要とされていたところが、そういった求められる能力とか、求められる人間像、人材像みたいなのが変わってきて、世界の人々と共同して、マニュアルがないことにも実行できる人材が必要になっていると。で、こういった能力とか、こういった人物を育てるために、カリキュラムを変えていったりということをされているわけです。で、OECD という先進国の集まりの教育の研究機関では、このキーコンピテンシーということで、教育でこういった能力を育もうというようなことが定義され、異質な集団で交流する力とか、自律的に活動する力、相互作用的に道具を用いる力、というのが定義されているんですね。国際学力調査では、実際にこういった能力が育っているかどうかっていうのを調査しているわけです。国語とか理科とか算数とか、一つ一つの知識を得て、その上でどういう能力を身につけているのかっていうところが問われているわけです。キーコンピテンシーは最近このラーニングキャンパスということでブラッシュアップされているようですけれども、いずれにしろ教育機関であれば、どんな能力を育むのか、どんな人物を育むのか、ということを定義して、育みたい能力とか人材を育てるために、どういったプログラムを作ればいいのかっていうカリキュラムとかプログラム、学習プログラムを作ってですね、で、実際に提供して、ちゃんと身につけてるどうかっていうことをテスト内やんなりで確認していくという作業が、教育機関には求められています。で、柔道を通じて何を学ぶのかっていうことを、加納先生は長らく探求されていて、探求の結果、60代になってからですね、セレクトに応じた教育というコンセプトを発表をされています。なので、この日本の学習指導要領とかですね、OECD のこのキーコンペティシーのようにですね、教育機関が成果を出すために何を学ぶ必要があるのかっていうことを、探求した、結果として出てきたものが、セレクトに応じた教育というコンセプトであり、柔道の教育の目標であると同時に、加納先生はこれは中等教育、日本の中等教育の目標として作られています。なので、もし仮にこの勢力戦士だ教育というコンセプトを身につけることが、児童教育において、大事であるということになるのであれば、これを実際に身につけるためには、どういうカリキュラムを作ればいいのか。で、そのカリキュラムで身につけたら、それをどうやって評価したらいいのかというところが、最も大事なところになっていくわけです。で、そういったところは、どの学習機関もやっていることで、日本であれば学習指導要領という形で、カリキュラムが作られますし、塾であれば塾として、教えた内容がしっかり身につけられているかみたいなチェック、テストをしたりとか、特に有名な、国際バカロレアっていう世界的に、広がっている学校、4300校あると言いますが、教育でも実際に求められる人材像とかスキルとか、それをどうやって教えたらいいかっていうカリキュラムみたいなのが作られているわけです。最近のその教育の中で特に注目すべきはこの概念型カリキュラムということで、単なる技術とか知識とか事実を覚えるだけではなかなか難しいと。その事実とかスキルとか経験から概念というものを学んで、その概念を活用できるようになるということが、大事なんだということが、言われています。
で、同じようなことをですね、この鹿野先生は、おっしゃっていたわけですので、実際に、柔道を通じて戦力専用した競泳というコンセプトを身につけて、それを社会で応用するということを、実際にやるためには、どんなカリキュラムを作る必要があるのかと、どういった、機会を提供すればいいのかということを、作っていくということが一つの道しるべになるのではないかなというふうに思います。参考として、柔道3.0でやっている活動として、国際柔道交流の支援であったり、発達障害と柔道、オンラインスクールというのをやっていますが、なぜ国際柔道交流の支援をやっているかというと、これからいわゆるグローバルな教育というのが必要になっていく中で、柔道を通じていろんな国の人とつながっていくという機会が、一人一人の子どもたちにとってすごく大きな、いい影響があるんではないかというふうに考えています。グローバル教育というのはこれから求められると。で、どんな形でグローバル教育をやるかというのは、それぞれいろんな形がある中で、そこに柔道というものが、すごく活用される余地があるんではないかなというふうに思います。ただ、これを行っているというのは、ごく一部のすごく頑張っている先生だけがやっているというような状況ですので、これを支える仕組みというのが必要なのではないかなということで、活動をサポートをしているというような時代ですね。オンラインスクールの方は、この IT 革命がある中で、柔道教育の中でオンラインというのをどういうふうに活用していくかというのは、まさに、最も大事なポイントの一つだと思いますので、今、本当試行錯誤しながらやってるっていうような状況です。発達障害についてもですね、インクルーシブな教育とか、ダイバーシティとか、ソーシャルインクルージョンっていうものは、これからの教育に欠かせない要素ですね。なので、理想の社会、グローバルな教育とか、インクルーシブな教育であったり、IT が存分に活用された学びであったり、そういった学びが生み出す理想の社会とか、そういった理想を描いていてですね、そこに柔道というのをどういうふうに活用できるかということを、みんなで議論していくことによって、柔道というのが生かされる社会に変わっていくのではないかというふうに思っております。簡単なまとめですが、もともとはですね、柔道人口が減少して、いろんなことをやってるけど、成果が出ないように、もう何をしていいかわからないというような声があるというふうに伺って、この本を参考にしながらですね、改めて、柔道をどうこうというよりも、これからの子どもたちは何を学ぶことが求められているのかと、それをどうやって柔道で学ぶことができるようにするのか、こういうその理想の教育の形っていうのを描いたらですね、これから何をしたらいいか見えてくるんじゃないかというようなお話をさせて、きました。未来を実装すると、理想があったらこれから何かが分かるというテーマで、今日話した内容は本当に試行錯誤しながらやってますというような内容が後半でしたので、これが実際にどれだけ効果があるかは本当にやってみないとわからないということですが、この本のメッセージはですね、柔道というものを生きるためには、社会というものを柔道が生きるように変えていく必要があるということですね、この視点というのは非常に役に立つんではないかなというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。